全に調和した空間に何の変哲もなく現れた我々 MC ですが、そうですね、脅威なるミュージサーカス状態に本当ですね近づいています。長い間いろんな音が混沌としてましたが、素晴らしい演奏でしたね。はい、はい、そう、今日はミュージサーカスで始まりましたけど、今日の第6回目の偏在する音楽会、いろいろな思考があるんですよね。はい、基本的にあのなんだっけ、サウンドオブオムニプレゼンス、マーシャル・マクルーハン、はい、なんだ、グローバル・ビリッジ、はい、あとはナムジュン・パイク、定在する遊牧民、ジョン・ケージ、この世のすべては音楽である、ミュージサーカスとかね。でそうやって考えた時に、あの今我々の社会が分断されていくのは、うん、まあ、時間方向にも空間方向にも分断されてるわけですよ、はい、音楽だったらね、時間決めないと音楽にならないとか、空間決めないと音楽にならないって言われても、まあなんないことはジョン・ケージが昔は言ってたけど、まあ、実際いろいろやってみると確かに、まあ、決めなくてもなんとかなる程度に我々は随分変わった人生、うん、人生じゃないわ、うん、ヒューマニティを進めてきたの で、 そうです、ね、まあ、人間でも機械でもいいじゃないか、楽しもうぜっていうラインに到達できて、ありがとう。まあ、そろそろ違う芸術の時代が来るんですよ、多分。
芸術。